はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。妖怪ウォッチ、プニプニの実況をしていきたいと思います。というわけで、ちょっとね、ワイマネが少ないんですけれど、ちょっとね、トーナメントがきつくなってきたので、あのね、リアクション代を取りたいと思います。欲を言えば、あの自慢ハッターも欲しいんですけど、とりあえず、まずはリアクション代をがないと、きつい敵の火力が高いんですよ。もう優勝50回ぐらいになってくると、もうレベル4になったね。まずはリアクション大王に頼っていきたい。やっぱね、きついですね、ダメージダウンがないと。侮れなかった。ここは SS オフ。ゆうくん、エンマコイン何が出るかな。ちなみに今ね、乱数調整してますからね。いつものやつです。いけ、エンマ、エンマエンマって誰が出るんだろう。お、嬉しくねえ。何これ何これ本音が出ちゃった。あまりのショックに、ショックではないけど、そうなんだ。ある意味面白いけどね、アイテムも出るんだ。ヘッキンズ玉はね、余ってますからね。恐ろしく余ってるんで。まあ一応ね、あのイベント関連のメンツが手に入った時に、サクッとレベル上げはできるって言ってるんですけど。あ、多分いいですよね、2回目。エンタメ爆発症、なんかすごいね。どうなのそれみたいな。ほら、とりあえずリアクション大王、欲は、欲は、欲は、なんだ全然言えない。欲張らない、欲張らないって言えるの？ちょっと自慢発端だと要求が強い気がするから、ちょっと1個ランク落として、リアクション大王って言いたいんだけど、ダメ？ダメかい？あ、あと1回でエブレンダー撃ドラゴン。さあ。はい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 。きついな、やっぱちょっとワインマネーが少ないから。ちょっと一回あれだな、武道会だとワインマネーそんな稼げないんですよ、今。ちょっと武道会からちょっと一回離れて、ちょっとワインマネー稼ぎにしてこようかな。これダメですね、ちょっと厳しいか。ダメか、ダメなのか、リアクション、リアクションちょうだい、リアクション。あ、レベル4になったね、風味。最初の頃お世話になってましたね。まあ言うほどね、なんか、経験値アップってそうでもないみたいな感じで、ちょっとですけどね。まあまあ。ね、あー、次でラスト。ダメかー、ダメなのか。いや、諦めない。諦めたらそこで試合終了ですよって言ってましたからね。いや、もう一回引いちゃおうかな。いや、でもこれとりあえずラスト。ダメか。ダメなのかな。諦めないよ。よし、行こう。もうこれ あかんかったらもうね、とりあえずワイマネ稼ぎしてます。あ、もうダメ。あー、じゃさすがに無理だもんね。知ってたー。SS 出現率アップって書いてあるよ。実際今回ちょっとね、いつもより回してる回数少ないんですよね。知ってます。というわけで、ワイマネ稼ぎしていきたいと思いますよ。お疲れ様でした。バイバイでーす。